とチャーリーさん、はい、悪行祭の1日目がもう終わろうかとしておりますけれどもね、はい、はい、なんかちょっと相談があるんだって。そうなんですよ、ちょっと結構いろんな作品とか作ってるじゃないですか。作ってるね、お金がなくてちょっとストレートなの来るね。お願いなんですけど、一生お願いなんですけど、次回のモコンちゃんの打ち上げの時、お食事いらない、お昼だけで大丈夫なんで、もう買ってみましょうか。じゃあ俺打ち上げ、はい、食べないよね。食べないです、はい、俺いつも出してるけど、その分をじゃあ工具に回したいと。そういうことです、はい、いいでしょう。ありがとうございます。その心意気買いましょう。ありがとうございます。じゃあちょっとどんな工具がいいかっていうのは、だいたい目星はついてる。そうですね、そこら辺も相談か。そうですね、ちょっとまだ分からないことが多いんで。なるほど、じゃあせっかく秋葉原にいるんでちょっと見に行きましょうか。あ、はい、うん、ただちょっとごめん、はい、1回だけ、はい、この下の階にある、はい、アフターバーナーだけやらせて。アフターバーナーアフターバーナーだけちょっとやっていきたいから、はい、その後ちょっと公開に行きましょう。わかりました。アフターバーナーあった、本当にあった。初めて見ました。でもあれだ、さすがに360度筐体じゃないんだ。え、360度、これぐるんぐるんって回る。うわ、そんなすげえのあるんですか。グリングリンのやつがあって、もういつも行列でさ、はい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 、しかもさ、俺小学生だったから、はい、その1回ワンプレイ200円っていうのが、あ、当時の値段のまんまか、すげえな。そこも強気やな。なるほど、おじさんホイホイだなこれ。あっ、音もそのまんまだ。アフターバーナー、プッシュ、スタートボタン。うわ、もういきなり始まるんです。あ、こうやってね、こうやってね、ぐるーって回るんだよ。この回転縮小がたまんなくてさ。うわ、楽しい。やべえ、めちゃめちゃテンション上がってます。超久しぶりだ。あ、当たった。あ、え、うわ、結構当たり判定シビアなんですね。うん、やられた。せっかくなんでやらせていただきます。これで神安が何枚買えるんだ。やらせてもらいます、うん、ぜひやってほしい。よし、よし、よし、いぜ、アフターバーナー、プッシュ、スタートボタン。プッシュ、スタートボタン、いきます。よし、いくぜ。よし、よし、全員倒してやる。いや、まだ飛んでねえから。4、うっくっ、あっ、G がすごい。くそ、くさい。なるほど、失敗なしだよ、大丈夫。そうそうそう、これでミサイルは、上の、はいはい、上、あ、これか。あ、なるほど、これが弾数決まってるんですね、ミサイル。あ、いきなり。いや、違う、ここはお遊びです、ここまで。よし、うわー、こうか、最後こうだ。なるほど。いいね、アフターバーナー。いや、今のゲームにない、なんでしょう、スリルあるね。ありますね。意外と今のゲームなんか、ダメージのゲージとかで、はい、うん、だんだんやられていく感じだけど、はい、うん、一発でやられるっていうね。いやー、昔のゲームいね。いいね。ちょっともう時間もないしね、工具買わないといけない、ね、はい、そうでした。工具です、工具です。そうだよね。行きましょう。ごめん、ちょっとスペンサーハリアだけやらせて。大丈夫です。ごめんね、ちょっと工具買いに行かないといけない。ゲームの方が大事。うん、いや、いいですよ、スペンサーハリア。これはね、ちょっとやっときたいんだ。Welcome to the fan. Get ready. あ、もうちょっと。おお、倒した。一面クリア。懐かしい。あー、やられた。なるほど、うん、どう、俺の今のこのポーズ、ゲーセンに来てる感がすごくいますね。友達とゲーセンに来てる感。やらせていただきます。よし、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 よ
いいじゃない。来た。ね、イエサブさん、いつものイエサブさんに来ておりますけれども、はい、撮影許可いただきました、ありがとうございます。はい、さあチャーリーさん、どんな工具欲しいの？そうですね、うん、やっぱり、うん、あの部長ってすごい工具使われてるじゃないですか、はい、ちょっとね、あの割と、はい、いいやつ使っております。はい、やっぱね、うん、ずるいっすよ部長だけちょっといい工具使ってずるいなと、はい、なんで、うん、同じものを使えば、うん、私もとんでもないものを作れるような気がするんですよ。あ、じゃあ俺が使ってるやつ、はい、全く同じやつ、はい、ちょっと知りたいですね、はい、あ、本当、はい、あ、じゃあそれを、じゃあそれますか。あ、はい、うん、じゃあ、まあ、全部ってするとまた膨大な量になっちゃうんで、はい、あの僕が使ってるやつでもうほぼメインで使ってるやつを意識揃えましょうか。はいはいはい、あ、ね、もうこれはもう俺の中ではちょっと外せないなっていう工具をちょっと揃えていきましょう。はい、うん、じゃあまずニッパー見ようかね。はい、ニッパーはどこの使ってるの？僕ですか、うん、僕使ってるのが、うん、アルティメットニッパー。あ、アルティメットニッパー使ってるの？使ってます、はい。じゃあもうそれでいいんじゃない？ニッパーは困ってはない、うん、ニッパーは困ってないか、はい、うん、俺でもね、意外とあのアルティメットニッパーも、はい、持ってるけど、はい、でも俺メインで使ってるのは、はい、あのタミヤの薄刃と、はい、あとグッスマの薄刃。あ、そんなのあるんですか。うん、俺ね、あの片刃よりも両刃の方がどっちかっつうと、はい、あの好きなのよ。あ、そうなんですか。うん、あとあの、まあ、切れ味でいくともうアルティメットニッパーだけど、はい、割と俺ガシガシいくから、はい、あの耐久性、はいはいはい、うん、メインで使うから、はい、そっちで行くんだけど、どうする？その耐久性のことも考えたニッパーを購入するのかどうか。確かにそうですね、うん、それとももうアルティメットニッパーで行きますってする？アルティメットニッパーが僕、うん、使ってもう2年経つか、そんくらいですね。うん、薄間ニッパーもいいよ。確かに、うん、他のも知らないんで、うん、痛いっていうのもありますね、うん、薄間のニッパーが、はい、タミヤの、はい、あの薄刃、はい、うん、どっちか買う？しかじゃあ、うん、すいません、うん、どっちだ、どっち、これ値段的にも、はい、うん、同じぐらいだし、はい、そうです、細い方より薄い方はこっちですか、うん、いや薄さはそういうわけでも、あ、でもどうだろうね。ただあの先が細いところにも入りやすいのは、はい、タミヤの方が入りやすい。なるほど、うん、タミヤさんです、タミヤさんでいきますか、はい、じゃあデザインナイフ、はい、デザインナイフ、チャーリーさんどれ使ってる？僕このオルファさんのアートナイフ使ってます。はい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 、俺違うんだよね。あ、違うんですか。うん、俺ね、はい、NT のやつなんだけど、 NT？ うん、うわ、ここないかもしんない。あら、うん、あれちょっとこういってないのか、今ちょっと品切れ中か、はい、あのね、すごい細い軸のやつがあんのよ。はいはいはい、うん、ちょっと今ここには見当たらない。また別のお店に行くか、はい、うん、どうしてもなかったら、はい、一本あげよう。あ、本当ですか。ありがとうございます。チャーリーさん、ノコギリは？ノコギリ持ってないです。持ってない？一本も？一本も持ってないです。MSV 企画、はい、MSV ちょっと改造企画は、はい、俺絶対ノコはいると思う、改造は。ああ、そう、ぶった切るときに、うん、俺はこれ、はい、職人肩切りのこれ、ええー、うん、これが結構ね、はい、すげえ切れ味だから、はいはいはい、ちょっとしますよこれ、3000円します。うわあ、うん、いっときましょう。ありがとうございますうん、これはいい。ノコないんだったらでも1本は必要ね、はい。ヤスリ行きましょうか。ヤスリですか、はい、ヤスリ、金ヤスリはね、はい、俺はね、シャインブレードのやつ。シャインブレード、あー、うん、シャインブレードのやつ、ここにはないかな。シャインブレードがないです。ないか、
高いな。さあ、そんでタガネ。タガネ、はい。うん、タガネがね、はい、俺は辻堀さんの 0.125 が一番使うかなっていうところなんだけど、はいはいね、ただこれちょっと品切れ中ね。あららら。うん、品切れ中なんだけど、はい、あとね、俺は結構持ち運び用とか、はい、あといろんなところで使うのに、はい、すげえ便利なのが、はい、ファンテックさんの筋彫りカーバイト。カーバイト、うん、これもいいのよ。これはね、普通にピンバイスとか の、はい、あの軸に刺してやるやつで、あ、うんうん、これも相当使えるから、うん、でだからこれで揃えちゃうのも手だよね。なるほど。この 0.15 とか 0.2 あたり、はい、0.1、0.15、0.2、 あと俺よく使うの 0.4、 はい、うん、うん、じゃあ、はい、これの 0.15 と 0.4 いっとくか。あ、はい、うん、太めのやつは 0.4、はい、細いところ 0.15 でいこうかな。はいはいはい、ありがとうございます。あとね、俺絶対外せないのが、はい、T 字定規。 T 字定規、うん、これは一体何ですか。これは、はい、直角とかを、はい、切り出す時とかにすごくいいな、はい、だからプラ板とか工作するんだったらもう俺 T 字定規ないとダメね。なるほど、うん、はい、だけどこれは大きいサイズなの、はい、うん、これのちっちゃいサイズのやつがあるの。あ、そう、同じウェーブさんのやつで、はい、うん、でちっちゃいやつを使ってんだ。だからどうだろう、大きい方でも使えるとは思うけど、どうする、ちっちゃいサイズをまた別で探しに行く。そうですね、 T 字を使ったことがないんで、うん、T 字定規はあった方がいいと思う。はい、うん、絶対いる。どうする、この大きいやつで試しに。じゃあ大きいやつでいっとくか、はい、うん、まあ大きく切り出す時には絶対いるからね、はい、じゃあ大きい方で、はい。さあ、あとピンセットね、はい、ピンセットがね、宝山のやつが、宝山の P891 とか、はい、その辺なんだけど、はい、ちょっとあれは模型用っていうわけではないから、ちょっとここには置いてないんだよね。だからちょっと秋葉原だし、他のお店とかにあるかもしれないけど、ちょっと後で探してみようか。はい、わかりました。最近スティックヤスリでね、はい、俺がめちゃくちゃ使うのが、はい、このヤスリの親父の600番。あ、うん、いいですね。ね、これはね、はい、もうゲート処理も俺この600番でやっちゃう。あ、結構いけるんですね、ゲート。そう、ゲート処理やって、はい、でもうそのままフィニッシュっていうこと。急いでるときは、これサフ吹いたらもう600番ぐらいで結構消えちゃうから。あ、これでいってんだよね。これ買っとく。これ実はですね、うん、僕持ってるんです。あ、持ってんだ、はい、あ、そうかそうか、あ、じゃあいいな、うん、これめちゃくちゃいい、はい。さあ、家サブさんの上の階にあります、はい、ボークスさんにやってまいりました。はい、チャールさん、はい、ヘッドループはどうですか。ヘッドループですか。僕はそうですね、Q さんからハズキルーペをお下がりでいただいて、それ使っちゃってます。あ、なるほど、ハズキルーペでいけますか。俺は外せないのはこのヘッドルーペなんだけど、はい、うん、これ安くてすごく使えるやつなんですけど、はい、それって年齢的なところもありますんで、私も近く全く見えませんので。確かに僕結構力技でこうやっちゃったりはできしちゃってますね、うん、はい、どうする、行く。そこはもう任せる。行くならこれも含めていいけど。じゃあこれは、いや、さあ、チャーリーさん、はい、デザインナイフ、これです。はい、え、これが、はい、はい、これなんですね。とりあえず、まあ、これを新品変えました。はい、秋葉原、さすが秋葉原ということで、はい、うん、ただ、ね、撮影許可は下りていないので、物だけで、はい、はい、これが手に入りました、はい。あと、ヤスリとピンセットなんだけど、ないね。そうですね、なかなかない。シャインブレードのあるかなと思ったんですけど、はい、ちょっとね、時間的に、はい、ちょっと撮影時間が押しちゃって、はい、それでちょっとね、お店がどんどん今閉まっちゃってて、はい、そうなんですよね。もうちょっと時間があればね、はい、なんかもう軽くなんかゲームをね、一つ二つやるぐらいの時間があればもういけたんですけど、ね、あれおかしいな、心当たりね、なんでちょっとどうしようかな、はい、また
じゃあシャインブレードの、はい、ヤスリと、ホーザーのピンセット、はい、ちょっとゲットしときます。あ、ありがとうございます。でそれはちょっとまた後日プレゼントするということで、はいはい、見ていきましょう。はい、ね、はい、今日買ったやつ、はい、見ていきましょう。はい、はい、タミヤのね、薄羽ニッパー、はい、はい、で、職人かたぎの、ノコ、ノコですね、ノコ買いまして、T 字定規、はい、ね、はい、で、筋彫りカーバイト、はい、2つ、まあ、2つあったらね、結構筋彫りはね、もう割とこの2つあったらもうほぼパターンいけるかな、はい、うん、でデザインナイフ、はい、そして、こちらがヘッドルーペ、はい、ということでございます。すごいね、ヘッドルーペと、はい、ヘッドルーペが1350円、はい、で、残りのが、こっちが全部で11,000円、はい、でこれが7、800円かな、はい、なんで、12,000円、全部で13,000円ぐらい、ね、はい、これに、はい、シャインブレードのヤスリと、ホーザのピンセット、うん、合わさって大体まあ15,000円強。そんなにしちゃうんですね。まあまあそれなりにちょっとしちゃいますけれども、はい、ただまあ俺が使ってるやつは、はい、まあほぼそれで大体かな、はい、うん、その他ちょっと細かいところを、はい、うん、いろいろ入れてったらまだちょっと他にもいっぱいありますし、はい、まあ、あの超音波カッターとかもね、そうですね、はい、うん、いろいろありますけれども、はい、俺のもう基本セットはこの辺。ありがとうございます、うん、T 字定規なんか使ったことなかったの？いや、ないです、これ本当？はい、これ T 字定規なしでプラファンとかどうやって切り出してたの？もう、あれですね、マスキングテープで直角作って、それで切って、それでちょっとメケント？メケントですね。あー、それはしんどいわ、はい、これ、じゃあちょっとね、ちょっと開けていい？はい、開けていい、はい、これ、例えば、はい、これ直角に切り出したいなと、この紙自体を、はい、これはこうやってこうやってあ、引っかかる、すげえ、このまま切るだけでいいんだよ。素晴らしいですこれ。楽でしょ、こうやってずらしていけばいいんだから。こう理想のアイテムです、これは。そうでしょ、すげえ。これ何ミリって横にも入ってるから。なるほどなるほど、うん、だから2ミリ幅が欲しかったらこれ2ミリずらしてこうやってスーってやって、それでまた2ミリずらしてスーってやって、しかも見てここ、ほらここ開いてるでしょ。はい、うん、これなんでだと思う？開いてるの可愛いから。いやー、かわいかしあげ可愛さはあんまり感じないですね違うのよ、はい、これね、ほらデザインナイフで切るときに、はいはい、このちょうどぴったりまであるとそこに刃が当たっちゃうでしょ。はいはいはい、だからここの隙間が空いてることによって、こっから隙間のところにデザインナイフの先っちょ差し込んでスッて引けば、なるほど、切れると。すげえ、折れずにいけると。すごい、ちょっとしたことですけど大きな発明ですね。そう、これすごいのよ。でデザインナイフね、これ、これもすごいですか、うん、これめっちゃ細いでしょ。はい、これ細かく作業するときにこの指先でこう、はい、こう扱えるのよ。あ、これ、うん、太かったらこうしっかりホールドしないといけないでしょ、はい、結構その指での感覚っていうのがね、はいはいはい、すごい扱いやすい。で、こう緩めて言ってあるんだけどね、はい、まあ、意外とここはね、使ってるとちょっと変に緩んできちゃったりとかもあるから、はい、その辺のところはあれなんだけど、はい、まあ、ただ気をつけてほしいのは、はい、めっちゃ転がります。あ、そうですね、めっちゃ転がりますこれ。確かに、はい、めちゃめちゃ転がるんで、はい、油断したら足の甲に刺さります。うわ、危ない。コロコロコロストンって、これ何回かやってますんで、あ、それだけ気をつけてほしい。でもこれも扱いやすいさ、はい、うん、ただちょっとだけ重みもあって、はい、すっごい持った時の、あー、確かに、うん、ちょっと鉛筆とかとは違いますね。そう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 、だから細かく顔とか、うん、はい、造形とかでちょっとね削ったりとかするときとかに、はい、めっちゃめちゃそういうの欲しかったです。そうそう、これすごくいい、ありがとうございます、はい、ね、あとね、はい、これヘッドルーペ、わあ、これね、1300円のやつとはね、はい、思えないぐらい、まあ、これを使わないけどさ、はい、
1350円でこのね、あ電池は別売りか、電池、あ、うん、ライトつくのよこれ。あ、いいですね。うん、でほらレンズこんなにあるよ。わあすごい、倍率いっぱいあるでしょ。でもまあ俺一番分厚いやつしか使ってないかな。あもうすぐ、うん、これ一番もう、うん、度数が高いやつです。度数高いやつだってほら、度数低いやつだったらハズキルーペでもいいわけじゃん。確かにそうですね、うん、これはねちょっと使ってみてほしい。これ世界変わるよ。はい、はい、世界変わっちゃいますか。うん、ちょっと失礼します。メガネの上からでもいけますか。あどうなんだろう、ね、俺メガネの上からはやんないから、ね、すごい。あ、あ、もう、あ、毛穴が見えちゃう。あ、ここ怪我してたんだ。怪我してたの。怪我してました。あ、そうだね、気づかなかったんだ。気づかない、怪我。なんで神経死んでんの。いや、死んでない、死んでない。で、これのいいところがね、はい、ほら、こう、ほら、あ、すぐ、うん、なるほど。で、そんなに重くないから。そうです、めちゃめちゃ軽かった。本体軽いから、はい、だから、あの、首が疲れたりとかしないの。あの、でっかいやつはね、あの、はい、ホールド感いいんだけど、はい、やっぱちょっと首疲れちゃうから。あ、うん、だから、これいいのよ。なるほど、うん、ありがとうございます、うん、で、まあまあダミアニッパーはもう定番だから大丈夫だよね。いいよね、説明いらないわ。うん、いいニッパーですよ。はい、うん、で、これ職人飾りのね、このノコ、はい、このノコのね、ちょっと切れ味なんか試せないかな。普通に俺がちょっとあの作業するようにあの持ち運んでたパーフェクトジオングのランナーを使いましょうかね。はい、初の子ですよ。うん、であの錆びないようにね、はい、こう使い終わったらまたこの袋に。なるほど、うん、あ、使うと錆びにくいということで。俺も結構最初の頃は入れてました。え、最初の頃だんだんもうだんだん面倒くさくてやんなくなるけど。あら、この感じ押してもいいし引いてもいいけど、俺でも結構ね押して切ることが多いかな。はい、この切れ味これ見て、この切った切断面がすっごい細いの。ちょっと見ていいですかね、うん、あ、そうそう、だからねすげえのがこれなんと 0.1 だから、はい、その切って切断した時に、はい、そのパーツの減り、切ったことによるパーツの減りが 0.1 ミリしか減らないと。なるほど、ね、だからその切ったことで差があんまり出ないから改造の時すごくいいのよ。ちょっとやってみて。しかもあのいろんなノコ、あの簡易的なノコとか使ったことあるかな。カットソーってノコですかね。うん、あ、そうですね、ちょっと刃だけ付け替えるみたいな、デザインナイフのやつにつけてやるみたいな。いや、もう、あ、そうですね、それありますね、うん、そういうやつとかもね、はい、使ったことあるけど、ちょっと切れ味の違い、ビビると思うよ。え？いいでしょ。これ、やばいです、これ。え、だって、え？固くない？乗せて、押していくだけで、もう、勝手に切れていく感じ。全然力ない。優しく撫でるだけで、うん、切れていくでしょ。すげえ、うん、これはやばいっすね。そう、これね、あのだから筋彫りとかも、はい、それでなんていうかな、間を超えるやつ、はい、合わせ目とかに足しちゃってるあのところに筋彫りを彫り直したりとかするときとか、はいはいはい、これでシュッてやったり、あの目立てやすりも使うけど、はい、うん、これでやったりとかも。なるほど、うん、すっごい、めっちゃいいでしょ。めちゃめちゃいいです。そう、これめっちゃいいの。ありがとうございます、はい、うん、そうでしたね、これ終わったら、うん、こまめに、そう入れる道具はね、大事にすると。俺もちょっと数年使っちゃってるからね、はい、これちょっとどっか行っちゃいましたけどそうなんです、うん、でも最初1年とかぐらいはちゃんと袋にしまってた、はい、はいはいはい、うん、だけど1年使ってたら袋自体が破けたんじゃないかな。あ、うん、ちなみになんだけどね、はい、この辺りでいろいろ作業はできると思うんだけれども、はい、このリアルにちょっと俺が筋彫り、はい、うん、いろいろ
宿泊先のホテルとかで、はい、筋彫りを彫る時用の、あのリアルに俺が持ち歩いてるセットです。すうん、これね、ほらパーツね、パーツこう筋彫り入っております。わうん、で、ヘッドルーペ、はい、ヘッドルーペがもう一番コンパクトなの多分これ。はいはいはい、これもうメガネにつけるやつ。わあ、便利。ね、うん、これでやれると。あと、ガイドテープ。はいはい、ガイドテープですね。うん、ガイドテープ。あとなんか、うん、こういうのだったりね、形になが付いてる三角形のやつとか、そういう台形のやつとかのやつだったり、はいはいはい、あとはあのマスキングシートだったりとかをこう、はいはい、まあまあその時によってで持ち歩いて。で、あと、これは BMC 高値の 0.125、はいはい、うん、この筋彫りね、カーバイトのやつに 0.125 確かないのよ。はいはいはい、 0.15 なのよ。あ、 0.125 はね、うん、ないから、もうこれだけはあの、うん、BMC 高値のやつを、なるほど、こうやって入れて、で、あとね、ゴッドハンドさんから出てるね、あの短いね、ピンバイスの軸、はい、うん、これで筋彫りカーバイトのね、何が良いのかっつったらね、はい、とにかくね、結構その BMC 高ね、はい、俺すごくいいのよ。俺慣れてて、俺はこれがまあ一番使いやすさとしては一番フィットするの、これ刺さずに俺このまんまでやるのに慣れちゃってるから、はい、これが俺的には一番好きなんだけど、はい、ね、まあコストパフォーマンス的なところと、はい、あとちっちゃい、こうやっていろんな大きさちょっとずつ揃えてったのよ。はい、うん、こうやったらこうやってね、うん、全部ひとまとめになるでしょ。確かにそうですね、うん、でこれ筋彫り堂さんのやつかな、ピンバイスのよく使う径のやつ3本、あ、うん、モールドとかでもちょっと穴を掘ったりとかする時用のやつとかでこうやって3本、これただ全部軸の径が同じだから、これ1本で、はい、この全部使えるわけじゃん。なるほどなるほど、うん、辻彫り用のとあと穴掘り用の工具、はい、うん、これで収まるの良くない？いいっすね、これで。うわ、コンパクト、いいでしょ、すっごいいいっす、うん、これが俺のリアルに持ち歩いてやるやつ。うん、じゃあこれで、うん、はい、作りな。はい、ね、その代わりあれだよ、はい、今度の打ち上げ、はいはい、うん、打ち上げは来てもらうけど、はい、うん、お部屋だけ男だからね、はい、お部屋男になります我慢するね、はい、うん、これ打ち上げの時のおごる額より大きくなっちゃったんだけどいやー、もう2回分とかになっちゃうんですかね、うん、まあいいよ、1回分で一人でやるよ、はい、うん、はい、桜井さんが飲んでるところをずーっと見てます、うん、はい、でもあれだからね、これはもう、はい、もう俺が、はい、うん、普段使ってるやつ、はい、うん、だからもうこれでガンガンいけると思うよ。はい、うん、素晴らしい、ありがとうございます、うん、あと安いとピンセットな、はい、うん、それはまた今度もうこんちゃんの時にでも渡すわ。 ありがとうございます、うん、はい、さあチャーリー、はい、もこんちゃんの収録終わりでございますけれども、そうですね、ね、この間ちょっとね、買えなかった、ピンセットとヤスリ持ってきました、はい、わっ、ね、ありがとうございます、はい、こちらが、宝山の P891、 はぁ、これがですね、はい、すっごいもうこんなとんがってて、すごい細くて、でもピンピンにとんがってるわけじゃないのよ。はいはいはい、先っちょがちょっとね、平べったくなってて、はい、だからデカールとかもつまみやすい、はい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 、破らずにつまみやすいし、はい、でパーツなんかもしっかり保持してくれるの、P891 ぐらいのやつ、ピンピンのやつ、はい、よかったらもう一個また別のやつ、はい、うん、これのこのシリーズの P の894とかはもう少し先が尖ってると思う、はい、うん、ありがとうございます。あとちょっとね、はい、ヤスリの方がね完全に売り切れちゃってて、ちょっと手に入んなかって、はい、もう俺の使いかけごめん、いいんですか、うん、え、部長、いや、はい、大丈夫ですか、うん、使われるんじゃない、うん、使うけどまた買うよ、うん、ごめん、これでいい？お下がりになっちゃうけど、ありがとうございます、大切に使わせていただきます、これいいな、はい、こっちのメガネ400番ぐらい、400番、はい、はい、で、こっちが1000番ぐらい、あ、違うんですよ、うん、へえ、だから、
まあ、合わせ目消しだけじゃなくて、まあ、ゲート処理とかもこの400番の方でザーッといっちゃって、はい、それで、うん、最後千番でサッと綺麗にしちゃえば、はあ、すごい、これ1本でほぼいけますんで、はあ、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこれ使ってぜひプランもいっぱい作ってください。はい、チャーリーさん、チャーリーさん、チャーリーさん、食べてません？チャーリー食ってんじゃん。あ、ダメだ。あ、違う、これ、あの、カット、カット、カット。あれ、チャーリー、ピザ2枚食いしてんじゃん。わんぱくだね、あなた。モリモリ食ってんじゃん。ずっと食ってました。水じゃないですよ、ハイボール飲んでますから。ハイボール。おい、ひどいね、チャーリーさん。おい、チャーリー、食べちゃってる。やっちゃいましたよ。やっちゃったね。